はい、こんにちは。高校数学から始めるソフトウェア無線超入門。今回は第6回、SDR 自作キット、ピコスタック SDR の紹介ということで、始めていきたいと思います。この動画シリーズではですね、このピコスタック SDR というソフトウェアラジオですね、これの動作を理解することを最終目標として、お話を進めています。でこれの設計データですね、公開中ですので、もしご興味ありましたら作ってみてください。この動画は主催がデジキーとマルツエレック、協賛がアナログデバイセス、企画が ZEP エンジニアリングとなっております。はい、ということでですね、今回はですね、SDR を全部丸ごと自分で作ろうというお話ですね。冒頭でお話ししたピコスタック SDR というあれの紹介になるんですけれど、まずですね、ピコ、ラズパイピコっていう商品、マイコンがありまして、あれを使ってるからピコスタック SDR っていう名前になっているんですけれど、そのマイコンの紹介ですね。で、その後この全体のシステム構成なんですけれど、いわゆるその定番のスーパーヘテロダイン公式の方式の SDR 自作キットですよということで、全体の構成の話したいと思います。でこの SDR は、要はものとしては AM ラジオなんですよね。AM 放送を聞くための回路なんですけれど、そのためにどんな処理どんな回路が必要なんですかという話したいと思います。で、これはキットのピコスタック SDR の特徴なんですけれど、実験が3種類できるんですね。ダイオード研磨モード、スーパーヘテロダインモード、そしてダイレクトコンバージョンモードって3つありますので、これも違いも含めてですね、お話ししたいと思います。ということで、これ前回のちょっと復習になりますけれど、SDR、ソフトウェアディファインドレディオですね。ソフトウェアによって、動作を定義されるラジオ、受信機ってことですね。本当に最先端の通信機無線機の形なわけですけれど、こんなシステム構成でしたと。これいわゆるダイレクトコンバージョン型ってやつですけど、アンテナ高周波アンプでミキサーで、アンプがあって、その結果を AD コンバーターに入力しますよっていう、この辺までがアナログフロントエンド、アナログ回路ですよと。で ADC で取り込んだデータをコンピューターで処理すると。で、このデジタル回路の部分を、ベースバンドですね、デジタルベースバンドとか呼びますよってお話でした。この SDR っていう構成、本当に、アナログからデジタルまで、高周波から低周波まで、もうありとあらゆる電子回路の理論とかノウハウがもう詰め込まれてる、非常にこう学習としてはいい題材なんですけれど、なかなかですね、自分で作るものっていうのがないのと、あと完成品ばっかりなんですね。自分で作りましょうっていうその自作キットみたいなものってなかなか今ないんですよね。なので、性能はそれなりなんですけど、安くて自分で作れるものをちょっと設計してみようかなということを思いつきました。でですね、安くするためには、まず SDR の主役ってやっぱりコンピューターなので、安いコンピューター持ってきた方がいいなということでですね、この500円の格安マイコン、ラズベリーパイピコっていうのが最近発売されたんですね。で、500円でこれ買えちゃうんですけど、一応ものとしては立派なマイコン、そのプログラムを書き込んで、動く CPU とあとメモリ、そしてペリフェラルですよね、周辺モジュールがこのワンチップに全部入ってますよっていう、そういう代物なんですけど、簡単にちょっとスペック紹介したいと思います。このコアがですね、いわゆるアームなんですけど、アームのデュアルコアになってます。で、デュアルコアそれぞれが133メガで動くっていうんで、悪くないですよね。そこそこのものだと思います。で、RAM は264KB、プログラムを書き込むフラッシュ、プログラムメモリーは 2MB あるっていうんで、ちょっとした実験するんだったら、十分使える性能を持ってるかなって感じですね。あとは GPIO だとか、タイマー、あとね、ADC ももちろん積んでありますと。いろいろ使いやすいペリフェラルも載ってますよっていう、そういったもの500円で使えると。で、これですね、500円だからそんな大したことないんじゃないですかと思われるかもしれないんですけど、
一応あのこれ僕が作った、まあ、制作例ですね。全部これラズパイピコで動いてます。例えばこの倒立紳士ロボットですね。これ倒立紳士って読むんですけど、あの2つの車輪でこうピタッとこう安定して直立するようなロボット、これ作れちゃうんですね。しかもあのカルマンフィルターっていう、まあ、そこそこな信号処理をして、まあ、データを安定化させるようなことをやってると。これラズパイピコ、ここに載ってますね。ラズパイピコで制御できてると。あとはあのフルカラーモジュールみたいなやつもあの周辺部品で売ってますんで、これつなげば、まあ、これあのいわゆるテトリスですけど、こういうゲームもプログラミングで動かせちゃうと。であとはこれはあの Wi-Fi のモジュールがここについてるんですけど、いわゆるその IoT のセンシングエッジって呼ばれるものですね。あのセンサーとか、まあ、ボタンみたいなやつをこう押した結果を Wi-Fi 経由で、まあ、そのウェブページみたいな形でウェブサーバーとして機能するっていう、まあ、そういうこととか、まあ、いろいろあの使いこなせるマイコンなんですけど、これを SDR マイコンで作ろう、このラズパイピコで作ろうっていうと本当性能ギリギリなんですね。本当ギリギリでした。なのでロボットとかゲームとかこういうウェブサーバーみたいに使えるマイコンを本当にこう性能のギリギリまで出し切った結果として、今回ご紹介するあのピコスタック SDR、 要はラズパイピコを使った SDR キットが生まれたんだというふうにあの理解いただければと思います。でですね、あのピコスタック SDR って2つの基板がスタックされてるからスタックって名前が入ってるんですけど、まず1枚目はですねピコデジタルボードっていうやつになっています。これはのデジタル処理の、まあ、汎用学習ボードですね、まあ、よくありがちな、液晶とかボタン、あともちろん電源とかも揃っていて、で、まあ、ここにマイコンラズパイが載ってるわけですね。あとちょっと、まあ、珍しいかもしれないんですけど、このシード社っていう会社さんが作ってるグローブっていうモジュール、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけど、これあの加速度センサーとかジャイロセンサーとか、あとモータードライバーとか LED とか、あのもうめちゃくちゃ豊富、100種類じゃ効かないですよね。あのいろんなモジュールがこの同じこの4ピンのグローブコネクタっていうコネクタで接続できるようないろんなこう面白そうなモジュール作られてる会社さんなんですけど、あのそれ用の共通規格のコネクタが3個ついてます。なんで、まあ、あのそれを接続してセンシングとかの実験も一応できるように、まあ、汎用品としてですね作ってあるって感じですね。で例えばこのグローブモジュールのサーキュラー LED ってあの名前の通り LED がこう丸い形にこう並んでるやつとか、 LED バー、 LED がこうなんかバーになってるやつ、こんなのもあるんですけど、まあ、それをつなげて、まあ、チロチロ光らせてるような写真がこちらですね。まあ、他にもいろんなセンサーがあるので、いわゆる本当にそのセンサーから値を取り込んでデジタル信号処理をやってみようとか、まあ、そういう用途を想定して作ったボードになります。でこのボードに対してですね SDR を作るための、まあ、要はフロントエンド部分ですね、ピコアナログボードという名前つけましたけど、AM ラジオ用の RF フロントエンドですね、その回路を1枚のボードに機能をギュッとこう詰め込んだのがこちらになります。で、まあ、AM ラジオなんで AM のアンテナと、まあ、その共振用のバリコンですね、よくあるバリコンでおなじみ、もうスーパーヘテロダイン構成そのものなんで RF アンプ、ミキサーで IF、中間周波数アンプ、そしてオーディオアンプっていう、まあ、そのアナログ回路が全部ここに詰め込まれてるわけですね。で、まあ、このコネクタを使って先ほどのデジタルボードに接続していただくと、まあ、こんな感じでデジタルボードとアナログボード、上がデジタル下がアナログですね、合体させて、これで SDR ピコスタック SDR っていう形になりますよっていう、そういうものになっています。でですね、まあ、見た目はまああんな感じなんですけど、その回路の構成、システム構成はこんな感じで、まあ、まず、まあ、例によってですね SDR なんでアナログフロントエンド、その RF 部分のフロントエンドとこちら、デジタルのベースバンドっていうふうに、まあ、ざっくり分けて考えられると、どうしましょう、アナログからいきますか。
まあ、アナログの方はアンテナがあって共振回路があって、アンプがありますよと。でアンプから例によってこれダイレクトコンバージョン型の実験もできる、そうじゃない実験もできるんですけど、なんで一応ミキサーが2つついていて、で IF アンプですね、で ADC に突っ込むと、 AD 変換にデータを突っ込むという形になってます。でこれですね、ローカル信号、局部発信回路のローカル信号はマイコンのですね、あの PWM モジュールからこう出すようにしてるんですね。で、まあ、直接このこれスルーって言いますけど、いや直接スルーで入力もできれば、ISO、QSO にそれぞれ90度だけ ISO をずらして入力することもできるというようになってます。なんで、まあ、あのマイコンの中の PWM モジュールを使うんで、要は何が楽かというと、あのプログラム的にこのローカルの周波数変えられるんで、まあ楽かなと、プログラム上は楽かなと、まあ、逆に性能はそれなりなんですけれど、はい。で、まあ、入力した、アナログのデータをですね、まあ、マイコン内の ADC で取り込んであげて、でデジタルデータにしますよと。でそれを、まあ、マイコンの中で存分にですね、デジタル信号処理していただければと思うわけですね。で、まあ、このデジタルボード側には、まあ、電源だとかスイッチだとか液晶表示器だとかっていうのが、まあ、ついてるんで、これでその、まあ、今の動作状態だとか動作切り替えみたいなのをやっていただくと、まあ、そういった構成になっていると。で、出力ですね、あの AM ラジオなので、まあ、最終的にあの音はスピーカーで聞くわけなんですけど、そのためのオーディオアンプとか、まあフィルターっていうのはこっち側についていて、アナログ側についていて、でその復調した後の音声は PWM で、要はあのパルスの素密で、音に変換して出しているということで、まあ、要はこれ SDR として使う場合はですね、あのマイコンから音が出る、ちょっと語弊があるかもしれないですけど、マイコンから AM 放送の音が聞こえてくるっていう、まあ、ちょっと不思議な感じになるわけですね。これだけでも実験していただけたら面白いかなと思います。あとはあの一応ダイオードも載せてあるっちゃ載せてあるんで、従来の本当にあの昔ながらの AM ラジオみたいなダイオード検波の実験もできると、そういう感じになっているわけですね。さて、でこの、まあ、ピコスタック SDR アプリケーションとしては、ものとしては AM ラジオなわけなんですけれど、M ラジオってどうやったら音聞こえるかっていう話ですね。まあ、ちょっと基本的な話なんで、もう知ってるよって方いらっしゃるかもしれないんですけど、あの要はこう AM の電波、1メガヘルツぐらいのわーってこう振動してる電気信号がこうあるわけですね。その振幅を大きくしたりちっちゃくしたりっていう、こういう要は振幅変調、まあ、AM なんでアンプリチュードモジュレーションなんで、振幅をこう大きくしたりちっちゃくしたりってすることで、ここに本当にその信号を乗っけてるわけですよね。でこれを副調、要は元のデータを取り出すためには、この波の振幅、いわゆる放落線を取ればいいんで、まあ、この青いラインですよね、これを取り出せば、まあ、大元の音声が聞こえますよ。いわゆる各瞬間におけるキャリア、このオレンジ色のこの細かい波ですね、このキャリアの振幅を求めてあげれば、復調できる元の音声とか音楽が聞こえるよっていうお話だったと。でこれちょっと周波数的に見てみるとですね、 AM 放送のキャリア日本だとだいたい 500kHz から 1.6MHz、 1600kHz ぐらいに、まあ、これがありますよと。この上でいうとこのバタバタってこうしてる細かいキャリアの周波数ですね。で前何回か前にお話ししたと思うんですけど、そこにベースバンドの信号が右と左、そのプラスとマイナスにこう乗っかってくると。で一応日本の AM 放送の規格だと帯域幅は 7.5kHz らしいので、まあ、それが上下に 7.5k いるよと、合計 15kHz 占有してますよっていうのが日本の AM 放送なわけですね。でそれを復調すると、要はこのキャリアが 0Hz にストーンとこう落ちるわけなんで、その 0Hz を中心に上限が 7.5kHz までの人の声だとか音楽が聞こえるよっていう、こういう、まあ、いわゆる周波数成分、周波数スペクトルを作るっていうのが、まあ、周波数軸で見た時の副調、いわゆる検波の動きになるわけですね。まあ、これ見て、まあ、どうやって作ろうかなっていう話なんですよね。で、まあ、簡単にこの放落線だけ取り出そうっていうのが、いわゆるダイオード検波ですよね。その
このプラス方向の波形だけ取って鳴らせば、まあ、なんかなんとなくてん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 ってこういうふうにあのピークが取れるんじゃないかっていう話なんですけど、これあの数学的に考えると、信号処理的に考えると、要はこれ掛け算でもいけそうじゃないですか。要はこのキャリアの周波数と同じ制限波をぶつけて掛け算してやれば、そうするとあの2つの周波数の和と差が出るんですよね。だからキャリアと全く同じ周波数の信号を掛け算してやれば、ストーンとここがゼロに落ちる、いわゆるこういうスペクトル、周波数成分の信号が生まれるんじゃないかなってなんとなくまあ思っていただきたい。まあ、これちょっとフーリエ解析とかそっちの話も絡むんで、ちょっと数学的な話今厳密に数式出してできないんですけど、これ後でちゃんとお話ししますね。まあ、なので要は数学、いわゆるマイコンの中でやる信号処理としては掛け算とかしたらいいんじゃないのっていう感覚だけはなんとなくこう思っていただきたいわけですね。ということで、こんな実験モードを用意しました。まずですね、モード1、ダイオード研波の本当にこう昔ながらのアナログラジオモードでございます。これはあの、まあ、スイッチで切り替えるんですけど、本当にあのマイコン側は何もすることないですね。まあ、唯一ローカルの極圧の信号だけ出してあげて、それをミキサーに突っ込むと。で、あとは本当に昔ながらのスーパーヘテロダインの AM ラジオとして動きます。これちゃんと音鳴ります。で、あの IF アンプの出力をダイオードに突っ込んで、で放落線研波をしてあげてオーディオアンプに入力すれば、うん、まあ、あの非常にまともにスピーカーから AM 放送が聞こえるよっていうことですね。これはあのどっちかというと、こちら左半分のこのアナログフロントエンドを、まあ、皆さんこれハンダ付けして作ると思うんですけど、それがちゃんとハンダ付けしてできてるかなっていうアナログ側のデバッグ用のモードだと思っていただければと思います。これはあの SDR ではないですね。あのマイコンあまり絡んでないんで。で、もう一個、まあ、いわゆる本当にこう素直にスーパーヘテロダイン型で作った SDR ってことですね。何やってるか、ミキサで AM 放送の電波を、まあ、周波数を落とした後に、まあ、IF アンプで増幅しますね。で、その生のって言ったら変ですけど、生の IF 信号をそのままマイコンに入力します。で、 ADC に入力したやつを、まあ、あえて言うとマイコンの中でダイレクトコンバージョンするみたいなことをやるんですね。マイコンの中でこのミキサをミキサの動きをやるわけですね。で、ミキサって結局数学的に言えば掛け算機なんで、単純にプログラムで掛け算すればいいんですよ。その NCO ってこれニューメリカルコントロールドオシレーターって、要はその数値的にサインとかコサインのテーブル用意してあるってそれだけなんですけど、あのごめんなさい、これまた後で本当に実装するときまた詳しくお話しますね。あのマイコンの中でサインとかコサインを掛け算するっていうプログラムを書くと、要はいわゆるそのダイレクトコンバージョン的な動きをマイコンの中で数値的に実行できるわけですね。で、マイコンの中でもし振幅が足りなければ、マイコンの中で掛け算すると定数倍すると振幅も大きくなるじゃないですか。いわゆるそのアンプの動作のプログラムで掛けちゃうわけですね。でやって、まあ、I 層、Q 層ってそれぞれあの位相がちょうど90度ずれてるやつが用意できたら、そこから今の振幅なんぼかなっていうのを絶対値、これ本当にベクトルの絶対値と同じイメージで計算すると、それが AM 信号の今の波形のこの値ですよ、波形が得られますよっていうふうになるんですね。で、それをまあ PW 変調で PWM で出力してあげてオーディオアンプに入力すれば AM 放送が聞こえますっていう、まあ、本当に真っ正直な SDR の動きですね。っていうのもできますよと。これがまあモード2、スーパーヘテロダイン型で愚直に実装した SDR です。で、これもちゃんと音鳴ります。で、3番目がですね、ハードウェア的に IQ 分離する。まあ、要は、そのダイレクトコンバージョン型の SDR も作れますよって話なんですけど、あのラズパイピコには ADC、アナログ変換器、AD 変換器が、まあ、本当は4ちゃんぐらい載ってるんですよね。まあ、とりあえず少なくとも2ちゃんはいつでも自由に使える状態になってるんで、ここにハードウェア的に ISO と QSO、要は90度ずれたクロックを、まあ、その極圧の信号を入力して分かれた信号をドーンと入力してあげると、そうするともう
アイソもキュースもそれぞれも分かれちゃってるんで、マイコンの中ですることってほとんどないですよね。あの元の波形の振幅絶対値っていうのは、まあそれぞれの、まあベクトル的なあの絶対値計算で出ますよねっていう、まあ、これあのちょっと数式使わないとあれなんですけど、まあ、考えると簡単にこれができまして、これプログラム的には非常に単純ですよね。もうただこの計算をし続ければいいっていうだけなん でその出力を、オーディオで聞いてみると本当にエームラジオが聞こえるんですよっていう、まあそういうあの原理の確認みたいなことをこう主に、扱うようなキットになっています、これ、はい。なんで、まあ、ちょっとでもね、あの計算間違ったりプログラム間違えると、あのまともに AM の音声聞こえないはずなんで、あ本当にあの理論通りになってるんだなっていうのは、この AM 放送が聞こえるっていうそれだけで確認できるわけですね。まあ、それぜひあのご自身でご興味があれば作って味わっていただければと思います。でですね、この、まあ、ピコスタック SDR ですね、ボム、あのビルオブマテリアルズですね、部品リストですね、公開してると思うんですけど、基本的にこれで使ってる電子部品はデジキーさんとマルツエリックさんで買えますので、まあ、ぜひぜひチェックしていただければと思います。はい、ということでですね、これでピコスタック SDR、この動画シリーズのテーマになるあのキットのお話はできましたんで、どうやってあれを設計するんだっていうですね、あの具体的な設計の話にどんどん入っていきたいと思うんですけれど、まず次回はこの設計とはそもそも何なんですか、我々エンジニアがいる設計というのは本質は何なんでしょう、そしてそのためにはどんな数学が必要なんでしょうかっていうのをちょっと整理したいですね。ということで、設計とは未来予測であるという話を、まあ、次回やりたいと思います。はい、今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。皆様こんにちは、デジキーの山下です。今回はデジキーのオンラインコミュニティフォーラム、テックフォーラムをご紹介します。テックフォーラムはエレクトロニクスの原理に関する質問からトラブルシューティングまで、様々なトピックに関する知識を共有し、解決するためのオンラインコミュニティフォーラムです。テックフォーラムのカテゴリーは大きく分けて、よくある質問、技術的なヒント、部品品場、クロスリファレンスの4つがあります。ご質問があれば、各カテゴリーのアーカイブから最適な解決方法をすぐに探せます。アーカイブで回答が見つからない場合、新しいトピックを作成し、理事キーのエンジニアやフォーラムのメンバーから問題解決のヒントや解決方法を入手できます。テックフォーラムのご利用には、マイ理事キーへの無料登録が必要です。登録後はログインするだけで必要なサポートをご利用いただけます。お困りのことがあればクイックスタートガイドをご覧ください。皆様のご利用をお待ちしております。